同社の外へはすぐ出てくるのは2章ですね。伝道者の書2章信玄伝道者3章あれこれ聞こえてる入ってる、ね、はい、3章の10節、はい、1105ページ一つ前の聖書と1013ページかな、伝道者の書3章11節神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。天皇と様、御言葉をありがとうございます。必要な事柄を主が豊かにお語りください。イエス様にお祈りいたします。アメン。今日は、松本俊也牧師はその内綾姉妹とともに、綾姉妹の親戚の方が取り持ってくださって、綾姉妹のおばあちゃんおじいちゃんのところに会いに行ってらっしゃいます。まあ話はどうなるかは今日あれしたいですけど、まあ、熊本に賛美隊が立った後にいろんなところで今まであったものが破れてきました。霊的な壁が破れてきて新しいことが始まっているのを感じます。で、神の時っていうのがあるんですね。で、その時っていうのを、正しく見れるようになる必要があります。それは自分の視点ではなくて主が今何をなしているのかっていうことを、ちゃんと見る聞くっていうことが大事なんですね。で、みんな自分の時を持ってるんですけども、神の時と自分の時は多く異なるんですね。で、神様が今なしておられること、神が今望んでいること、曲がりつかも御心ですけれども、それをしっかり捉えてほしい。で、今明らかに神様は次のステップに入ってきています。で、いわゆる占領の歩みとありますけれども、リバイバルが始まってきて、こちらが一歩踏み出すことを通して主の働きが起こる時が来ているので、その主の導きを促しに大胆に応答していることがすごく必要であるということをね、どうぞ覚えておいてほしいです。ただしね、自分で扉をこじ開けないこと、これは神様が扉を開きますので、自分で扉をこじ開けないこと、例えばイサヤに行くのは御心だと示されたと、お金がないと、誰かに借りるというと、これも 100% の御心ではありません。で、ギリギリまで待つのは御心です。で、神様が本当に導いたならば、神が必ず備えられます。で、そうでないならば、そう思っただけで神の時ではまだないんですね。そこをしっかり捉えないといけません。だからその、神様が導いたならば神が備えるし、神が扉を開くので、そのことをね、ぜひ覚えておいてください。で、自分でこじ開けて扉を開くと、うまくはいきません。必ず問題が生じてきます。もちろん神が導いた場合でも問題は起こってくるでしょうけど、それは勝利に導かれる問題で、そのことを落としてもっと大きな勝利を見るためですけど、自分でこじ上げた結果起こる問題というのは罪の刈り取りです。だからそれは根本的に違うんですね。だから今明らかに問いが来ているので、主に期待して信仰を持って踏み出すことは必要ですけども、ただ自分でこじ上げようとはしない。これはね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。で、宮崎ではですね、熊本の賛美隊の後、全員教会が揃って、風正君たちも戻ってきてますよね。風正君がイエスの歌を特別賛美したそうですね。だから次の日の月曜日にケンタッキーに行ったら、熊本に行って、話になってて、みんな知ってるからですね。そしたらそれを駅の人が聞いてて、南さん、ゴスペル歌うんですかって言うから、はい、歌いますよって言ったら、どうして早く言ってくれなかったんですかということで、駅のステージっていうのを作るそうですけど、時々そのステージで歌ってくださいということになって、駅のステージでゴスペルを歌うことになったそうですね。南君だけじゃダメですから、オレンジチームとか奥さんとか教官に助けてもらってやるでしょうけども、開いてきてますよね。明らかに主の働きが変わってきていることを覚えます。ですからぜひね、
神の手が動いてるってことをね、覚えてほしいと。伊藤牧師も言ってましたよね、離れて人が帰ってきたとかね、明らかに主の働きが償われないって言ってるので、そのことをね、覚えておいただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。時にかなって美しいあなたのその御業を共に見ながら、神様がおっしゃることに大胆に信仰の足を持って踏み出していけれるように、ただ肉の力で何とかしようとする誘惑から守ってくださり、減り下って本当に主がなされるのを見ながら恐れることなく信仰の足を踏み出していけるように助けてください。イエス様の名前によって踏み出します。アメン。はい、それでは、